追加ですね。うん。3、2、1。わぁ、でもチュッてなんか音がしてる。うわぁ、ミシミシってる。いけそう。あ、へこんでる、へこんでる。いけそう。横から見たら。ん？あ、無理。いくぞ。3、2、1。くすねー、くすねー。海洋圏損害だ。トラスケット呼ぶしかないかな。今度はね、ちょっとハンマー君にちょっとハンマー君行きます。怖い怖い。やばしたね。クパーってなった。あ、甘い。甘い。甘い。え、糖度が増してるね。普通に美味しいですね。普通に美味しい。甘い。甘い。おくろ。おくろの完成です。次は、これ別企画なんですけど、バナナも常に飾って、うん、まあ、冷やしたんですね。うん、で、バナナは冷やすと、狂気になるのかっていう。狂気になる。入るんじゃないですか、ここ。皆さん一応ご想像にお任せします。何の会話か。大丈夫だよ。痛いよ。痛いよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。これだけで低評価が受講する。やめて。別企画で、冷凍バナナは狂気になるのかっていうことで。はい。ということで、じゃあ実験しましょう。はい。3、2、1。うわ、あ、これやばいよ。はい、何分だよ。頭に、あ、石がスポットがつきました。ここだけ糖度13度。甘めですね。家に入れてください。出てる出てる。ほんとだ。浮いてる。やめて。ということで、果物と野菜は解凍すると握りつぶせる、うん、そしてバナナはドンキになるということでした。あ、食べれる。生だ。やめろ。生だ。これ使っていいですか。全然だったら全然いいんですけど。僕も全然いいですよ。生だ。